今交通安全してきてその帰りなんで申し訳ないですけど、こんな帽子かぶってます。誤解されてる方が多いと思うんでちょっと説明しておきます。建築工事でここにマスをセットしてました。外交は僕別で発注受けてて、お客さんから直接依頼を受けてやってます。それでタイルデッキをどうしてもタイル割りでここまで伸ばしたいと、いろいろ安全物干しとの関係とかもあるんで、安全のためにここまでどうしても伸ばしたいと、そういう結論でサービス工事で僕がこれを考えて施工しました。施工しました。それでいろいろ理由があるんです。ここ見てください。これちょっと開けますね。これ開けると見てください。これ設備屋さんの方分かると思いますけど、これを取れるようにこうやってボックスを作りました。でここチーズになってるんで、この配管移動できないんですよ。お金もかかるんですよ。でも僕はこれをサービスでやりました。いいですか。サービスでやってるんです、お客様のために。でここに蜂の巣が作られるとか蛇が入るんじゃないかとか言われたんで、ここに今からコーキング、ネジにちゃんとこれコーキング打って、変性シリコンですよ。ちゃんとコーキングを打って、で点検の時にコーキングをカッターで切って、こうやってまたね点検できるようにしときます。最善の策なんです。わかりましたか。お願いします。よし、じゃあ帽子取ろうか。え、帽子取る。いやハゲ取るで。いやっす出た